新型コロナウイルスについて県と奈良市はきょう県内で1人が亡くなり新たに25人の感染が確認されたと発表しました死亡したのは奈良市に住む70代の女性です女性は今月13日に重症で県内の医療機関に入院していましたがきのう午前に死亡が確認されたということです県内の死者は32人となりました そして新たに確認された感染者は10代から80代までの男女合わせて25人でこのうち3人が中等症その他は軽症または無症状です居住地別では奈良市が9人と最も多く次いで橿原市が4人などとなっています推定される感染経路は 他の陽性者との接触が4人、家庭内感染が3人、調査中が18人となっています県内の感染者の累計は2674人となり、現在の感染者の数は379人、このうち重症は14人です